これははっきり言ってクソです。買ってはいけません。こんにちは、今日はマキタの互換バッテリーを分解します。互換バッテリー、純正品の半分くらいの価格で買えるので、まあついつい欲しくなりますよね。でも買う前に互換バッテリーはちゃんと安全に作られているかどうかを確認した方がいいです。製品評価技術基盤機構というのがあります。それによると、電動工具の純正品でないバッテリー、つまり互換バッテリーの充電中の火災事故が報告されています。 Twitter を見ても充電中の互換バッテリーから煙が上がっている動画があります。フリマアプリのメルカリでは安全性に問題があるとして、電動工具の互換バッテリーの出品は禁止されています。これは新品でも禁止されています。 YouTube に上がっている互換バッテリーの動画も見てみました。でその中には互換バッテリーが原因で倉庫が燃えてしまったような動画もありました。それ以外の動画については、どれも電池容量について話している動画ばかりで、安全性について話している動画はありません。でもこれはちょっとおかしくて、本来ならきちんと安全性が確保された上で電池容量の議論というのはすべきです。ということで、今日は互換バッテリーの電池容量については話しません。その代わり、互換バッテリーを分解してちゃんと安全なものとして作られているかを分解検証します。今日はマキタ純正品のバッテリーと、そしてこちらに2つマキタの互換バッテリーを用意しました。純正品と互換品をそれぞれ分解してちゃんと安全に作られているかどうかを確認します。互換バッテリーを分解する前に、まず純正品本物のバッテリーを分解します。互換バッテリーを見ただけでは純正品との違いは評価できません。なので、ちゃんと本物の中身を見ることでしっかりと評価します。ということで、まず純正品を分解します。まずこれがマキタの純正品、海外のマキタで売られているものです。裏面は英語です。普通のドライバーでは開かなくて、こういった特殊なドライバーを使用します。純正品のネジ穴は簡単に分解できないように塞がれています。これが蓋を外したところです。撮影のために一度分解しているので、オリジナルの状態ではありません。こういったハンダ付けされた箇所を外したりしました。全部取り外すとこんな感じ。裏面にバッテリーセルが見えます。でバッテリーセルはプラスチックで覆われていて、一応衝撃から守られるような形になっています。このバッテリーセルの上にバッテリーセルを制御するための基板が載っています。制御基板のところに回路が載っています。その回路は透明な樹脂で覆われています。電動工具はホコリがかなり多いところで使うことも想定しています。そういったホコリがこの上に乗ってトラッキングが起こるかもしれません。そういったことを防ぐためにも樹脂で覆うような形をとっています。バッテリー同士を接続するために金属の板がスポット溶接されています。その金属の板から細い線が出て制御基板につながっています。こことここにつながっています。反対側は同じようにこの部分と、あとはこの部分につながっています。この部分がさらに制御回路につながっていて、電池電圧を常に読んでいる、つまり過電圧になった時に保護が働くように制御している、そういったことをやっています。電圧検出の線がちゃんとつながっているかどうかを見ます。基板の上に白いのが塗っていって見にくいので剥がしました。で白い塗装を剥がした裏の部分から光を当ててやると、ちゃんと配線が通っていることを確認できます。これは基板の裏側から光を当てた時の画像です。矢印が2箇所ありますが、そのどちらからも線が出ていることが確認できます。この線を使って電圧の監視をしています。基板の反対側からも見てみます。こちらについても矢印のところから線が出ています。なので全てのセルの電圧の監視がされているようです。これが純正バッテリーの構成です。2並列されたものがそれぞれ5つ分直列接続されています。バッテリーの電圧を個別に監視するために、こちらから4本分線が出ています。で基板に載っていた IC 部品を使って何かしらの方法で全てのバッテリー電圧を監視しています。全てのバッテリー電圧を監視しているので、どこかのセルで過電圧が発生したとしても、その時点で保護が効きます。なのでそれ以上の過電圧になることはありません。この部分にオレンジ色の部品が見えます。この部品はこのように電池の中に入り込むことで温度を検出します。純正品のバッテリーは加熱検出もやっています。
次は互換バッテリーを分解します。互換バッテリーは2つ用意しました。1つは一般的な互換バッテリーで Amazon で4000円程度で販売されているものです。レビューの評価はそこそこです。純正品のバッテリーが1万3000円程度で販売されていることを考えるとかなり安い値段で売られていることがわかります。もう一つ用意したものは、こちらはインターネット上では比較的高品質とされている互換バッテリーです。こちらの互換バッテリーについては一般的な互換バッテリーと比べると2倍程度高い価格で販売されています。こちらについても同様に分解していきます。2つの互換バッテリー両方とも丸い PSE マークがついています。ただしこの丸い PSE マークはちょっと微妙で、自主検査だけで取得することができます。つまり第三者の試験機関の検査をパスせずにこの PSE マークを貼ることができます。もちろんこの丸い PSE マークの互換バッテリーについても第三者の検査を通すことはできます。ただそういった第三者の試験をこのバッテリーが通過しているかは私には分かりません。まずは安い互換バッテリーから分解します。ネジ穴は純正品とは違って塞がれていません。分解しました。バッテリーセルの上に制御基板があります。制御基板はかなり小さいようです。なので機能はかなり省略されていると予想できます。基板の表面はゼリー等では覆われていません。裏面に IC 部品が載っていますが、そちらの面も同様です。なのでゴミが付着した際に誤動作する可能性があります。大電流が流れる線は基板から出てきた配線をスポット溶接しています。こちらについてもスポット溶接です。こちらのマスキングテープの下には温度ヒューズがありました。温度ヒューズは70度で動作するようです。バッテリーセルをケースから取り外します。バッテリーセルはむき出しの状態で組まれています。なのでバッテリーを落下させた時にこちらのケースからの衝撃が直接バッテリーセルに加わります。それが原因でバッテリーのプラスチックの部分が破損する、破ける可能性があります。もう少し分解しました。基板の反対側にも温度センサーがついていました。バッテリーセルの電圧監視についてですが、すべてのバッテリーセルの電圧を個別で見ているということはしていませんでした。基板から1本細い線が出ています。それがスポット溶接のタブの部分にハンダ付けされています。おそらくこのセルを使って1セル分のバッテリー電圧を監視しています。バッテリーセルは2つ並列に接続されていて、この部分の電圧だけを個別に監視しています。それ以外の電圧を監視する方法としては、全体のセル電圧だけを監視する方法になります。つまり個別の電圧のバッテリーの監視としてはこちらの1つのセルのみ、つまり 3.8V、 全体のバッテリー電圧の監視としては 18V 全体しか見ていません。つまり残った4直列分のバッテリーについては電圧の監視は個別ではされておらず、4直列分まとめた形で監視されています。このやり方だと4直列分どれかのうち1つが過電圧が発生したとしても対応できません。なぜなら4つまとめてしか見ていないからです。これははっきり言ってクソです。買ってはいけません。互換バッテリーについてもバッテリーの接続自体は同じです。2並列のものが5つ分直列になっています。ただ電圧の監視のやり方が問題です。電圧の監視の線はこちらから1本だけ出ているだけです。なのでこちらのセルの電圧について測ることはできますが、他の4つ分のセルについてはまとめた電圧しか測ることができません。この構成だとこの部分のバッテリーセルで過電圧が生じた場合は対応できます。他のところでバッテリーの過電圧が生じた場合は対応することができません。なぜなら4つ分足した形でしかバッテリーの電圧がわからないからです。例えばここのセルの電圧だけ少し高くなったとします。でここの電圧がちょっと低くなったとします。そうすると電圧のプラスマイナス分は結局相殺されますから、こちらの2つ分を合わせてみると通常のバッテリーと同じように見えるわけです。バッテリーの特性が揃ってるうちは、こういった現象は起きません。ただバッテリーも使っていくと劣化して特性のばらつきが出てきます。ただこの互換バッテリーのやり方だと対応はできません。次はこちら、ネット上の口コミでは比較的高品質とされている互換バッテリーを分解します。ネジ穴の部分にカバーはされていません。こちらの互換バッテリーの基板については、なんか純正品と似たような見た目になっています。スポット溶接のタブから線が出てきて、それが基板につながっているような構成になっています。反対側も同じです。こことここがつながっています。基板を見たところバッテリーは個別で電圧の監視がされているようです。これについては後で詳しく調べます。
基板表面にいろいろ部品が載っています。純正品は樹脂で覆われていましたが、こちらの互換品については樹脂で覆われていません。まあコストカットのためでしょう。なので金属片などのゴミがこういった隙間から侵入して基板に付着した場合、誤動作する可能性があります。バッテリーセルをケースから取り外しました。セル全体は純正品と同じようにケースで覆われています。なので外の箱とこちらの中の箱で二重に覆われていることになります。なので純正品と同じ程度の衝撃への耐性は確保していそうです。もう少し詳しく見たかったので基板だけ取り外しました。ハンダ付けの品質はあまり良くないですね。特にこの部分が最悪です。この基板には温度保護の機能はついていないようです。この部分に温度センサーを取り付けられるところがありますが、こちらの基板にはもともと何も刺さっていませんでした。バッテリーセルのこの部分に温度センサーを差し込めるはずですが、こちらのバッテリーセルについてはもともとプラスチックで埋められていました。バッテリーの電圧監視についても見ていきます。こちらの4つにバッテリーを接続できるようになっています。基板の裏側を見てみます。こちらに接続されたセルについては配線が接続されているので、過電圧の監視はできているようです。他のセルについては見た目上特に配線がつながっているとかはありません。なので純正品の時と同じように裏側から光を当てて見てみます。見えますか？今裏から光を当てています。こちらにバッテリーが接続されていて、何かしらのバッテリー電圧保護がされていると、基板をパッと見ただけでは思っていました。ですが実際に裏から光を当てて確認してみると、バッテリーに接続されている箇所はこちらの1箇所だけになります。他の4箇所についてはどこにも接続されていません。バッテリーから出ているスポット溶接のタブを固定するためだけに使われているようです。一応基板をちょっと裏側からも見てみますか。裏から見てもこちらだけ電圧監視用の線がつながっていますが、他の4箇所についてはつながっていません。つまりどういうことかというと、バッテリー電圧を監視するふりをしているのです。こちら3つの何もしていない取り付け穴については、どういった意図でつけたのかは分かりませんが、おそらく純正品に似せるためだけにわざと取り付けた穴ではないかと思います。ただ設計した人に聞いたわけではないので、本当のところはどうなのかは分かりません。はい、ということで今日はマキタの純正バッテリーと互換バッテリー2つを分解しました。互換バッテリー2つ分解したんですけど、どちらも価格は安くしました。でも安全性は犠牲にしました。なんかそんな製品でしたね、どちらも。安全第一っていう言葉があるんですけど、安全は一番優先されるものです。で、互換バッテリーも純正品と同じくらいの安全性を確保して、でさらに値段も安くしました。これなら OK です。安く売るためにどこか犠牲にしているわけですが、安全性は犠牲にしてはいけません。電動工具は建設現場とか工事現場とかでよく使われると思うんですが、実際まともな現場ならこういった互換バッテリーの持ち込みはできないようになっていると思います。なぜかというと、これまで話してきた通りにバッテリーの保護というのがちゃんとされておらず、充電中とか使用中に燃えるかもしれないからです。互換バッテリーを使って数千円得した気分になってるかもしれませんが、もしバッテリーが燃えたりしたら数百万円、数千万円、もしかしたら数億円の損害が出るかもしれません。ということで互換バッテリーの使用は推奨しません。必ず純正品のバッテリーを使った方がいいです。今日分解したバッテリーは全部リサイクル域です。これは純正品についてもです。もう分解したので使えないからです。純正品を買う場合は概要欄に Amazon のリンク載せてあるんで、そちらから買っていただいてもいいと思います。もちろんホームセンターとかでも OK です。それでは最後になりますが、動画のご視聴ありがとうございました。